キング・アンド・スとスノーマン MV1 億回再生めぐりファンのバトル勃発かご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。2月8日ニュースサイトオリカンニュースが YouTube チャートトップ100の週間総視聴回数の結果を伝えた。 記事によると、1月27日から2月2日のチャートにおいて、キングピンス以下、キンプリの月読み、YouTube エリットが1位を獲得したという。現在、キンプリファンは YouTube におけるジャニーズ事務所発の1億回再生を目指しているが、一方でスノーマンファンもミュージックビデオの視聴回数アップに急しんでいる状況だ。 YouTube チャートトップ100のランキングとは、YouTube で再生された同じ楽曲の様々なバージョンの合計視聴回数を集計したもの。今回は、平野志洋が主演を務めた昨年10月期の連続ドラマ、黒詐欺 TBSK の主題歌、月読み2022年の YouTube エディットが1位に浮上した、視聴回数475.1万回。 動画の公開は昨年10月11日だったが、オリカンニュースによれば、月読み、YouTube エディットは昨年11月前半、11月4ケラ10日からトップ5値をキープし続け、18週目で初の首位獲得となったそうだ。昨年10月公開の動画がここへ来て1位についた背景には、SNS 上での運動が深く関係しているのだろう。 というのも、11月4日、平野、岸優太、神宮寺優太が今年5月22日をもってグループを脱退することが明らかに。以降、ファンたちは5人へのエールとして CD の売り上げや YouTube 動画の再生回数を伸ばそうとネット上で声を掛け合っており、ツイッター上では、 キンプリに MV1 億回再生を、とのハッシュタグをつけて、月読みの YouTube 動画を宣伝する人が続出。直近だと、2月14日のバレンタインデーを目標とし、バレンタインにキンプリに1億回プレゼント、ジャニーズ初1億回再生、とも呼びかけており、総再生回数は7900万回を突破した、2月9日時点、以下う メンバー3人の脱退の他公的種の存在もありキンプリファンはより力を注ぐようになったのでしょう。実はキンプリファンがこうした運動を始める前からスノーマンファンは19年12月25日公開の d d m v ユーチューブ e ーの1億回再生を狙っていたとか。 ツイッターで DD1 億回再生チャレンジのハッシュタグと共にツイートを続けているんです。ジャニーズに詳しい記者。今年1月中旬頃にはネット上で一部金プリファンが、スノーマンファンも DD の1億回再生を目指しているらしい。でも、ジャニーズ初の1億回再生は絶対に金プリの月読みがもらう。 ここまで頑張ってきたんだからスノーマンに先を越されたくない。スノーマンファンには申し訳ないけど、初の1億回再生は金プリに譲ってほしい。と、スノーマンファンを敵視するような声を上げていた。金プリファンは、最低でも現体制の最終日となる5月22日までに1億回を超えたいと意気込んでいるのだろう。ちなみに、スノーマンの DDMVYouTuber の総再生回数は7824万回のため、わずかに月読みが上回っている状態だ。キンプリとスノーマンといえば、昨年は CD の売り上げに関してもバトルを繰り広げていた。キンプリファンはメンバーの感謝を示すべく、年間チャート1位の獲得を目論んでいたのだ。 昨年11月の時点で最新シングル月読み、彩りの購入を呼びかけ年間1位をプレゼントしたいと一致団結。かたや、スノーマンも同年7月発売のシングルオレンジキスが初週83.0万枚を売り上げるなど大ヒットを記録していた。そんな中、昨年12月中旬に発表されたオリコン年間ランキング2022では キンプリの月読み、彩りが同年度唯一のミリオン、100万枚を記録し、シングルランキングでグループ初の年間1位に輝いた。そして、アルバムランキングにおいては、スノーマンのセカンドアルバム、スノーラボー、S2 が年間1位に、それぞれが違う部門でトップになり、ある意味で平和的な結果に終わっていたのだ。 YouTube の方はまだ決着がついていませんが、現段階では Twitter 上で互いをライバル視し、攻撃的な言葉をぶつけ合うことは減っている印象です。月読み D、D とも1億回まで道のりはまだ遠いですからね。ただ、どちらかが1億回に近づくにつれて、SNS 上の呼びかけもさらに盛り上がっていくことが予想されます。特に、 キンプリファンにとっては5月22日という区切りのタイミングもありますから。ジャニーズファンの女性。果たして、ジャニーズ初の1億回再生声はどの動画になるのか、引き続き注目が集まる。ショウヒラのヒラの仕様さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方。 チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。